私行くの。あ、よしよしよし。積んだ。積んだ。あ、ササニ号。え、何あれ？あ、草津431号だ。草津4万。そう、あの、どこの臨時特急だよって話。俺さ、これ何だったんだ、一泊乗ったの初めてなんだよ。私2回目だわ。うち確か A2 で乗った。あんた初めてでさ、この全面テーブやんなんかおかしい気がする。1回目のしぶさん、いってらっしゃい。おう、はい、バイバイ。お、サインもらえなくてちょっと残念でした。また後でもらえるでしょ。また今度ね。うん、じゃあまた出会えたらお願いします。じゃあどうも。マジ電源ボタン押すなよ。よし、あ、まあ、そこに電源ボタンの押すなよ、押すなよ。あの、もう俺もうそしたら特急券全額も払い戻しやで。誰か押したやつ。分かった。気をつけるよ。あの、それでも3倍やから、3倍。でもうちのカバーで守られてる感はある。ここ、これ誰、この人誰。もっちりした。俺絶対押すなよ。どこが電源ボタン押すなよ、絶対に押すなよ。ここ、ね、オッケー。そこね、分かった。絶対に押すなよ。なるべく押さないにする。なるべくじゃなくて絶対ね。腕痛くした。満席でございます。後ろから押されてたカットする。てかさ、俺普通にさ、音量ボタンもさ、押されたら死ぬんだけど。あ、マジか。全部余計止まる。あ、そっか、電源も、あれ、あの、オンオフになるから、それが。あ、ちょっと。あはは、よかった。どこに座るんですか、ね、どこに座るんですか。いちいちご視聴されると困るんですよ。ずっと立ってさすがにスタッフはタブレットか。うん、紙だったらやばいでしょ。フコック、全部フコック。まあ、ちょっとね、貨物通ってる。私ちょっと優しくしてくれたもん。ありがとう、ありがとう。あと2分ほどで発車となります。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。おい、ちょ、この指、この指ちょっとどっか行ってんね。はいはいはい。あ、そうそう、ナイスナイスナイス。むしむしさん、いいですか。おー、ありがとうございます。むしあとで取って、足あとでそれやって。あ、けどせっここがごめん。それは14秒で売り切れたからな。てか全種類鳴らしてほしいんだよ。鳴らすだろ。ねえ、ゲソ線こんなの大丈夫。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。車内で国境線の特急電車をお願いいたします。新幹線をご利用ください。新幹線。1号はまもなく発車、四国となります。ご乗車お待ちください。車内です。なんかおかしくなってきてるやかね。特急栃木一号発車1分前となりました。信号開始。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。電車指定席で自由席はございません。車内での発表になった。お客様を行っておりません。ご予約のお客様は電車自由席はできませんので、ご注意ください。撮影のお客様、必ず警備線の利用を特急栃木1号発車いたします。特急線はホーム上でお待ちください。7番線のドアが閉まります。ご注意ください。7番線ドア閉まります。おやばいやん。
様、大変お待たせいたしました。本日は特急栃木1号にご乗車くださいましてありがとうございます。次は終点の宇都宮に停まります。宇都宮駅は10時45分の到着です。特急列車らしく全ての駅を通過して宇都宮駅まで参ります。ご乗車の電車は185系 C1 編成6両、全ての座席が指定席です。ご利用には指定席特急券が必要となります。後ほど車掌が指定券の確認に参ります。デッキにお立ちのお客様を含めまして、お手元に特急券のご用意をお願いいたします。それでは特急栃木1号の旅をお楽しみください。失礼いたします。
ご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお知らせいたします。これより2号車から6号車にご乗車いただいておりますお客様へ、栃木県の春の観光情報が満載のパンフレットやマップと、終点の宇都宮駅で開催するいちごの臨時販売、宇都宮駅ストロベリーマーケットのチラシ、さらに特急栃木1号乗車記念証引換券を封入したビニール袋をお配りいたします。盗難やトラブル防止の観点から、ただいまからスタッフが順番にお客様のお座席へお伺いいたしますので、お座席についてお待ちいただきますようお願い申し上げます。
元席にいらっしゃらないお客様の分は一等目に置かせていただきます。また万が一盗難等が発生した場合も再配布などは行いませんのでご了承ください。なお乗車記念証引換券でございますが終点新駅改札外の特設スペースにてお一人様1枚に限り乗車記念証と引き換えることができます。特設スペースは宇都宮駅改札内の西口イベントスペースで引き換え時間は20時45分から12時45分までの2時間となりますのでご注意ください。詳しくは乗車記念証引き換え券をご参照ください。それでは順番にお配りいたしますのでお席についてお待ちください。よろしくお願いいたします。通過して、人いた。車で来るやつしかいない。雨。
としたら。なんか最後100キロぐらいで爆走してほしい。100キロ。100キロつってみる。100キロ。誰か200だよ。走れるわけないやん、こいつが。空転すればいけるけど。だからちょっと右側へ。ちゃんとノンストップで走れるかな。止まれ。意味深。止まったら止まってほしい。やめろって。その時にその本音がないこと言わない。ワンチャン小金で止まる。止まるから一回中に挟んで。ここでしょ。ん？ボタンここで。そうだよ。じゃあここな。押したら本当許さない。許さない。そういう右に行くでしょ。おう。発言なんかいなくね？いないなら、ね、あいつ、音でやったら、あいつ乗る気上がってやろ、あいつ。あいつありがたいよ。宇都宮で待ってんじゃん。宇都宮で待ってん。あ、回送電車なんじゃない？あいつ撮影会参加する。窓に張り付いて。いや、もう運転室侵入してそう、あいつのことだから。窓ガラス付き合う。外から撮ってさ、こっちの窓ガラスの見えんのかな。見えんじゃね。見えるだろ。見えるやつ。ここなら見える。下他3じゃね、見えないってやつ。ストップでよく筋組んだ。乗ってたよ。運転停車してもいいからさ、めっちゃ爆速で走ってほしかった。鉄がいない駅かな。屋根がないんだよ。なかなかいない。今回結構いるって言ってたんだよな、ここ。うん。ここが？ここやばそう。ああ、確かに。バックもあるしな、そこ。うん。そっか、ここ、雨だから人口も何もないんだわ。そう、人口も高専が、高専行ってるから。晴れてたらもっと広かったね。うん。晴れてたもしかった。雨の中でも猛暑いたし。いや、だから雨の中でも、そんなこと言ってたから。そんなんで撮らないっていう。実人口の多さがよくわかる全然、テーマだ。しかもこれ、宇都宮線だけだからね、走るの。こういうやつで時計走ってる何年ぶりだよ。え、何言ってんの、時計走ってるじゃん。止まんないけど。非常警備バカなるやん。非常警備じゃない。これが警備な。警備機種使う。電子警備ないから、こいつ。空的な足でさ。二次コン持ってたないでしょ。ないから、電子コン。編集でつけれるよ。やっぱ結構嬉しいにそう。レッド線うん。お前ここ触れたら殺すよ。あ、分かった、殺して。うん。なんか指令が話しよう。何、雪もやったとか。うち多分一番出すのこれ。家帰るの0時だ。くそはん。なんで？そう。俺もう帰りながら出すから。そう、俺一気に家で見てるわ。鹿島あんじゃん。あ、鹿島忘れてた。俺沿線列取るわ。あ、鹿島取る。今日虹だよ。今日虹だって。うん。虹か、沿線で取る。この後宇都宮で待ってて、夜まで待ってよ。夜まで待つ。やば。停止するから。なんか宇都宮って何かあったっけ、餃子屋以外に。え、牛餃子食べる。こいつ金ないよ、そんな、うん。そんな金あったら今頃こんな窮屈なのしねえだろ。牛さ、これを頼めば、全面天文を立てるから、美味しいよ。あ、じゃあ俺やってあげようか。絶対信用しない。うん。いや俺うまいよ結構全面テンポと、うん、これ今40キロ台走ってるじゃん。あ、ケンタッフか。袴のおばちゃんだよ。どれどれ見せてちょうどね、だから、あ、でも4って俺見えるんだけど。ん、待って、俺ないんだっけ。4番。俺3号車だな。4番、うん、あれ埋まった。6号車の家から大丈夫。ちょっと待って、なんかさ、1人行くの。すいません、ロコシャ来るよ。え、座ってるかな、俺の席。大丈夫。誰か座ってんだよ。誰か座ってんだけど。は？ちょ、言えば。切れるよ、俺。ちょっと待って。は？むしろ持っとこうか。気に入った可能性がある。ちょっと。あ、じゃあ、墓場ですね。いや、大きな声ですいませんって言った方がいい。絶対行けない。あれなんだ。いや、むしろ持っとこうか。ちょ、持ってきて。警察に行ってきて。あ、いいよ、じゃあ持ってきてお願い。じゃあ、これでしょ。そう、ずらしてもいいから。
ちょっと待って、もう一回、協力ペイだな、そう、今回ちゃんと協力ね、そう、間違いで電源ボタン押さないように、あ、本当だ、電源ボタン、ガチガチ、こっち一回虫の手離すよ、こっち、こっち歩いて、車輪なんない、交換取られる、交換クラッシャー欲しい、じゃあそれじゃあ面白い、起動線地味に傾いてる、相手からさ、相手から詰まりましたっていうのをモールで、相手ターンで詰まりました、結構あればさ、また話別じゃない、いや、ないんだけど、相手ターンで一回ちょっと話して、こっちに、あいつ戻ってきた、あいつどうなんですか、私たちね、普通に不正乗車してる、普通に何だったらいるだろう、絶対やめとけよ、熱いじゃねえんだからさ、どこ行った、あ、後ろに品もらえない、なんで人いる、そいつエゾして、そしたら宇都宮行って鉄道警察に突き出せばいい、何なんだよ、分かった、虫があそこに座るって言ったからバードスポットなんじゃね、あーでもさ、そいつさらせる、さらせるんじゃね、そいつさらせるは、え、なんで、いや、ない座席の上置くっつってたの、うん、だけど置かれてないの、うん、置かれてないよ、じゃあどうやるの、宇都宮市アホなんすか、え、で今だったらあのサービス記念品盗難された、でも虫じゃサービスな、終わったさよな、ちょっと待って、ヒトセンの、あ、手が左腕切った、やばいやばい、大丈夫、やば、虫ショックのあまり指がつきました、宇都宮ついたらすぐにさ、虫虫の記念品なくなりましたって言ってさ、あ、みんなやだからだからみんなで探そうってやつやろう、あ、それあの、なんか遠幕のさ、何日かの白いやつ、みんな見ながらやめてこんだから、車内にいるやつだと誰が盗んだか分かるまで全員連帯責任で出る、いや、それ虫に権限ないだろ、一歩後死んだよ、やばい、てかなんでさ、このスマホ、ケド線のスマホ、俺落としたらごめんね、ケド線行ってからね、俺もう行ってからね、俺知らないよ、ただ65キロとか遅くね、長いんだけど、なんていうの、さっきより速度出た、さっきね、あの辺だし40キロだね、別に早く戻っていって虫入る病院って言ってたの、ちょっと待って、手がつきてるまだ痛い、記念品と同じじゃん、いい、あれ余分なかったよ、はぁ、なんでじゃん、あの、この絵なかったよ、え、置いてないの、置いてない、置いてない、お姉さん言う、あの、全部置きましたって言われた、はぁ、おめでとう、もう誰だよ、誰だよ、盗難したやつ、え、ってことは、さようなら、俺と席も隣も盗難されてってことやん、この道、誰だよ、マジで、え、そいつ探そうぜ、道行って、そう、誰か見てる人いないかな、人先生、三草先生、ムシムシタヌケンタで、隣のさ、5番 B の人とかいないの、5番 B の人がいたらさ、見てるんじゃねえ、マンちゃん、5番 B は見てる、誰、もうさよなら、さよなら、もう、もう知らない、ないことですね、もうね、あの、記念品なかったことです、取られなかったよ、うん、盗難された、え、ねえねえねえ、あのさ、取られたっぽい、隣の人とかいない、いるよ、じゃあ、その人についてみたら、そうやん、
てめえ取ったの。いや、じゃあ、その人、俺の君、取り柄だったの。虫、虫、まだ諦めんな。だって、その、それはここから出てないんだよ。ここから外には出てないんだよ。ドア効果開けないと出れません。そうそうそう。松井がわざとそれで、松井とだからちょうど。ちょっと記念品ないから出れない。だけど、あの、払う価値がなくなっちゃう。そう。記念品もあるかなって言って。記念品のためだと。まあ、出るけどね。あ、ちょっとこれ持ってて、ふみと。ねね、君君、これ持ってこれ。持ってて。俺これ辛いんで、これさ、ヘドセンの。ヘドセンのだろ、これ。あ、ヘドセンの。あ、バカバカ。引っ張って落ちる。引っ張っちゃった。ちょっと待って、これ持って。どっち？これ、これ、ヘドセン、ヘドセン。うちの右腕がもうさすが死にました。じゃあ俺も左腕死にそうなんだよ。ちょっと、君、メガネザル、ちょっとこれ持って。メガネザル。いや、いかに、え、ヘドセンのやつ落としていいの？じゃあもう情報打ち切ってるかしょうがない。これミシじゃ俺にも情報だ。危ない危ない。やめろ。もう電源ボタン、電源ボタン、電源ボタン押せるの。あ、なんかお前ここ持ってメカシだぞ。お前ちょっと頭でボブ見よ。ここ持って、ここ持って。そう離せよ。は？俺のも取れる。これの、あれ、虫の体の席だけ聞いたら、なんか高齢の男性が座ってて、記念品もらった時もその人そこにいたんだ。は？だって、取ってた。は？は？おめでとう。じゃあさ、あのさ、職員呼んできてさ、ごめんごめん。職員誰か呼んできて、職員。大飯。職員なんか呼んでもいい？え、社内放送に。社内放送に流してもらうよ。社内放送流してもらう。ローエス。もうちょっとさ、ちょっと俺のもうちょっとスマホ、もうちょっと俺ね、もっと今詳しく。みんな死にそうだった。手がやばいんだけど。いや、いや、ちごたさ、俺の席もさ、俺の席もさ、いいじゃん、もうあれじゃん。うちのとこは、ケトセンのは、いいや、俺、サービス。記念品出さなかったら、宇都宮で降りないぞって、JR 東日本、今日は。え、ムシムシ。そうさ、その前にさ、ムシムシ、ツイッターブルーのやつ言えよ。ってことは今、自分で普通にされたことだ、YouTube に。だってあれ、記念品もらえないって、行く意味価値ないじゃん。え、じゃあ、サービスなんちゃら変えた、あの、ここに電話で活用すればいいじゃん。じゃあ誰か来るよね。探そうぜ、高齢男性。どうしたすぐだな、ダメ。ちょっと話して、ちょっと話してない。あの、ケト線ナイスのしもし、行ってくれてるよ。ケト線に協力してんだから、ちょっと前。代わりに持ってくる。ちょっと誰か帰る。じゃあダイソー。はい。あ、弓を振って。逃げんか。逃げた。あいつ逃げた。あ、ちょっと老人は一体何なの？ちょ、武蔵線ごめん。あ、いいよ。だからどうでそういう乗車券、特急券持ってないせいで記念品だけもらって、これ途中駅、途中駅臨時停車で警察乗り込みとかだったら落ちて。うん、どこだろう、小田とか東南、東南マジで。ああ、いいっすね。じゃあ、そこを拭いて、手を拭きましょう。今、捉えたらしいよ。東南被害。東南被害。ジジイが犯罪だから。そう。普通にこんな簡単に嫌な感じだけど、普通に紙の盗難でも普通に犯罪だから。てかそいつ乗車機特急券を片っ端から拷問していけば出てくる。だからさ、置いときますが危ないんだよ、非常に。一人一人に配布すればいいの。そう、その顔する。バカなんだよ。殺したくないからそういうこと言うんじゃねえ。適当に人件費削るとこうなるんだよ。もう警笛5回目だよ、今回。下は。虫の線も送ってきたよ。お前のジーパンに入れとくよ、これ。OK。え、何したの？え、あの、係員にどうしたのとか言ったから全部話した事情。いや、ありがとう、ケト線。みんなに持ってるからさ、って答えて。こう、一回持ってくれ。ケト線のさ、そういう取れてね。あ、取れてていいんで、別に。いや、これから通常だから。100均クオリティ。え、なんか言われたの？あれ、モバイルバッテリー。モバイルどんなとこ見てんだよ。あれ、栗橋、あっち、栗橋。もう栗橋まで来た、早くね。栗橋でバーン。次こうある。栗なんだよ。逆戻りしてた。まあ、検察。栗撮影したいって言ったわ。あの、検察の時はお前のポケットに入れてたから、その人に取ってもらえ。検察と配布、セットにすればいい。絶対一緒の方がいい。人件費そっちの方が分かんない。大宮支社の。やめてよ、ここで悪口言ったら、ネットに。え、で、あの、割とあれ、お客様センターあるよ、大宮市独自の。大丈夫ですか？もう大宮市はもうクソもねえだろ、もう。一番人で見通しちゃだよ、見通しちゃ。見通しちゃ。見通しちゃ、喧嘩売りやがった、こいつ。あれ、全部、あの、なんか、運転台ちょっと見ただけでなんか怒られるしさ。あ、待って、逆だったかもしれない、特急券入れたの。お前、5の絵だよね。じゃあ、俺が5の絵か。うん。
どっちだっけ。うちが5の A だった。あ、じゃあ逆だ、ごめんね、逆だった。あ、じゃうちが6の A だった。え、ちょっと待って、あ、6、4、2、B、お前じゃん。あ、じゃあ、どっちだっけ。あ、そうそうそう、うち、あの、あ、そう、曲がってるわ、俺、縁が黄ばんでんのかと思っちゃう。俺、ここ曲がってんの、特許は。ごめんね。俺、高崎で買った時、めっちゃ黄ばんでた。それね、あれだよ、あれ、それ使ってないマルスだと。俺ね、俺でもね、あのその人の特徴分かったよ、うん、あの50代らへんで、あの髪の毛あるけど全部白髪で、あの髪のはクサクサ。いいじゃん、全員白髪のやつ。関係ない。確かにそれいいかもね。関係ない人やったら白髪ゴーマン。白髪ゴーマン、白髪ゴーマン、白髪ゴーマン。君、乗車証もらいたいの、ね、特許。その人もあのついてきて、で本人も、あの鉄道警察。いや、あの俺が、あれ、あ、すいません、あのゴーマンだよね、そっち。ごめんね。あ、いいよいいよ。じゃあ、あの、検品出してください。え、むしむしじゃ、被害届出せば。被害届。あ、ちょっと待ってくださ。なんちゃまずいせたまずい、まずい、知らないじゃない。あの、トイレ逃げ出せた。え、やっぱり。え、これ窓から飛び降りて逃げたのがあるのかな。40キロぐらいだったらいけんじゃないのか。窓開く、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 全部開く。下の段は。え、じゃあさ、ムシムシ探検隊3丁号やればよかった。やんない、やんない、やんない。やってよ。あ、石橋だってね。そしたら王子頼んで、ちょっと正式に話してもらって、探してこいかな、俺。あ、そういうやつがいると思うね。でも、元手がないから勝ついんだよね。一箱は一箱オンボロなのが仕方がない。あ、違う、キングカメラないよ。俺の席もじゃあ捉えてんじゃん。そう、え、武蔵線どこの席。3号車だけど、多分あれ、多分あの空いてる席の記念品全部もらおうとしてるよ、そいつ。え、ワンチャンあるよ。それあるよ、ワンチャン。それしたん。誰か通報してくんないか。うん。いや、もう止める？レン止める？あの、レン止めてもう全員賛成せん。え、あれこ、非常ドアコック。え、じゃあ、小山で接続。ポリス、ポリス、緊急停止。小山で警察乗せればいいんで、警察。アウト、アウト。で、110番通報。あ、ケンパった、ケンパ。ケンパ。ケンパ来た。ケンパ来た？もし、今持たなきゃさ。ケンパと財布一緒にしろよ。ほんとだよ、バカじゃねえの。じゃあ、どこの行くや。ゴミ車にどんどん計画が。どうよ、これ。ゴミ車の。こかねえで、こかねえ。こんなのやったの、どこの尺玉だよ。ここの尺玉だよ。これ企画したの、大宮社のあれで、企画部でしょ。営業企画部みたいなところ。企画部はあれですよね。奪ったやつが悪い。大宮社の、うてし部だよ。うてし部だよ。え、これ、こかねえ運輸区らしい。こかねえ運輸区だよ。バックに書いてある。490何だったっけ、それ。北海道でもゴミ。北海道でもいいよ。これ、全部もう、初老の動画にして、もう、動画に全部しない。北海道、北海道全部。運転できんのかな。できんじゃん。多少にそのこと言えよ。あの、北海道だって。お宅のせいで君に奪えてるって。そこで月葉一パーさん行ってきたから。行ってきた。その後俺。月葉一パーさん大宮発映ってる。あ、ケツいる。ごめん、ケツなんか話してるわけじゃない。自分で痛い。そしたら白髪のやつ。白髪？どこや？出てこい。白髪って人反応するな。誹謗中傷だね。確かに何じゃんかし。本当に。あの、どっかから手差し込み頼んで、あの、あれ、6号車の、あの、5の A のサーティーとりあえず、ケンパしてる人に相談するから。うん、それで、あ、鉄道警察呼べって。ね、これ結構大ごとなんじゃねえわ、じゃん。大宮市だから。対応がね、対応が、うん、しょうがない、しょうがない、大宮市だから、大宮市クオリティだから、しょうがない。ね、これって、あと何分目ですか。サービス改革室1時間45分だから、あと、あの、1時間ぐらいあります。終わった。栗橋の時点で45分、あと40分、あと40分ぐらい。あ、じゃあ行ける。あ、ごめん、許して。じゃあさ、なんで高速だって言うの。対抗くらい出してほしいんだけど。いや、もう最後130キロ爆走でいいの。 ATS 引っ掛けてし、もう止まっちゃう。それ言うさ、早く緊急停止して。むしろお前返却回数を取んの。取る。返却って何時。夜中で、夜中で、夜中で、夜中。え、行く何時。え、12時。あれ、いや、7時とかなんかいろんな数字が出てんだよね。あれ、わかんないんだよ。まあ、俺知ってるけど、ガツ知ってるけど。ごめん、手振りたいんだけど、手振れなかったの。俺手振れるよ、今、ほら。うえぇ、見えないよ。特急栃木の乗車券しか特急券だ、これ。ああ、いいっすよ、別に空いてるとこだったら。ちょっと許せんな。これ死刑だろ、奪ったやつ。あ、そう、え、ケト線の席はどうだった。しかし、ね、もう俺持ってるよ、こんな入ってるから。 あ、よかった。さっき5だって引いた。同じなんとか線面。うん、それで、あ、車掌来た、車掌。え、大江戸線沿線。あ、全然大丈夫。でしさ、本当にさ、逃げトップのあれで、こうし、本当に最後なの、あれ。その話しちゃダメじゃね、これ。あのね。やめた方がいいだろ。やめた方がいい。あの、虫と君が干されちゃう。俺は干されないけど、まだ。え、俺干されたの。
とうございます。お前の本名を言うぞ。お前の本名を言うぞ、知らん。多分これ車掌。え、車掌さすいません、ここ入りますとかさ。あたあた、はい。これ雑談兼全面展望じゃん。何なんだよ。盗難品のせいで雑談タイムに。盗難品のせいで全部雑談が。あれもう栗橋ね、あ、じゃ栗橋じゃない、古賀じゃん、古賀、あの茨城県唯一の公開すしかもそして唯一東北線の、そっか、これさ奇跡だよね、ここの窓がさ曇らないって、あー確かにかみってる奇跡、あ、じゃああれ外気温との差だからここ関係ないんだよ、室内だから、しかもあったかいし、ムシムシしててムシムシ感じお前やりせてムシムシしてるあー上昇特急券はやっぱ特急券ケンパ、で、あと、ついでにそれのことに相談しといて、あ、じゃあ降りてくれ、あ、言う言う言う、あ、待って、あ、オッケー、すぐそこいるし、あ、宇都宮を言う、さすが、僕はジョイントはいいですね、ジョイントマン、ジョイントマン、ジョイントマン最高、分かった、お、車内発見できない、ここがどう、あ、いや、あんまいなくね、あ、いる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 、おー、車内で帰んのこれ、分かんない、空いてる席があればしょ、空いてる席ねえよ、満席だっつうの、分かんない、14秒で売り切れたんだから満席で決まってんだろ、16だと忘れたけど14あがった14あれ警察呼んでくれよ、いやこれ車内で買えるとマジでここか、車内で買えちゃう、車内で買えちゃう、嘘でしょ、聞いたら聞いた、車内で買えちゃう、充実した人たちの、はいはい、おー黒宮さんもね、俺怒っちゃうよ、充実したさ、黒はどんな黒って言うの、いや、みんなガチギリ、みんなガチギリ、舐めてる舐めてる、あ、舐めてるんだろう、3倍取ってもらって3倍金買ってんな、車内料金だから少し高いよ、まあ、そっか、少しはどうでもいいよ、その話、足利がもうどんなピンだろう、車内で、足利が満席だけどね、うん、足利車内で買おうかな、誰上野さん、その有名な人、有名な人、あ、セレッツ、あ、セレッツ、これがこの方なんです、あ、それなんだよ、これこの方の記念品が奪われたのですけど、あの6号の、6の絵だっけ、5の絵で、さっき友達に確認させに行かせたら、なんか他の人が持ってきたって、そう、なんか勝手にさ、で、あの社内放送とかお願いできますか、これみたいです、そう、これが奪われてるみたいです、で、あの、軽く人は見てるらしいんです、この絵の方、5の絵、はい、5の絵の方、なんか、ちょっとなんか白髪のなんか、はい、ありがとうございます、すいません、すいません、落ち着いてますが、ここで出てくるわけね、ありがとうございます、すいません、これで出てきたら、これで出てきたら、手動にしちゃう、ありがとうございます、ごめんなさい、ドアコック非常、ドアコック非常、すごい、すごい、手動に手動にレアだ、あ、激 V じゃん、写真なのに V も何もね、お前開けんねさすがに、待ってこれさ、車内放送あるんじゃない、あの、こっちこう、あ、で、それさ、逆取れたら、あ、ちゃんと、あ、何、人数をね、人数が稼いで、そう、だからあの、ちゃんと全員いるからっていうことで、結構、お前、いけすぐ開けんねよ、結構重いね、これ、じゃあ、これで結構話しやすくなったね、うん、雑談タイム、うん、しかも放送も取れるよ、激ブ放送一回でくんないから、ムシムシ探検隊隊長今依頼してくればよかったじゃん、あの全部鳴らしてくださいって、ああ、あ、でももう一回来る、もう一回来る、もう一回来る、どうせあのさっきのやつだから、そうそうそう、これで出てこなかったんで、あの、もう鉄道警察、鉄道警察呼びますね、あのまず非常停止だから、ドラコックって、あ、それはお前も同罪だよ、あ、だって小山から警察乗り込むんじゃね、無理だよ、小山運転停車しねえよ、まず止めんねよ、2時間遅れるんだったら、鉄が乱入するしかない、2時間遅れたら、そう、2時間払い戻し、そう、払い戻しだから2時間遅れ、そこも何わかんない、そしたらわざわざムシムシのやつをなく取って、うん、2時間遅れさせてみたいなふうに思われるかもしれない、じゃあ貨物列車逆走で、さ、虫にさ相当さ、なんか嫌な思いしてる人なんだ、なんかあのてかお前ツイッターで公表したからじゃないの、自分で、そうだよ、それバカじゃん、でもこの配布システムは知らんかった、うん、そうそうそう、いやこれあれ配布されてるの、あの鉄道コミに乗ってたよあれ、普通に一人一人にやるとか、でも初めて知ったんだけど、ねね、うん、さあ、ちょっと軽く押したらここへこむ、ここへこむよ、え、こうやってここへこむ、池田さん、ん、池田さん、ここへこむんだよ、大丈夫かな、あ、ボロだから死んでる、ボロだから力立てすぎて穴が開く、でも窓ガラス悪いだろ、その前にパシッて、あ、これさ、
お、ワイパーが戻って、なんか右ワイパー終わってね。もうなんかちょっと壊れてる。元から終わってるだろ、こいつすでに。何、走り始めてもう半世紀でしょ、多分。キアもそのうちこんな感じになるんでしょ。リレー後、リレー後さ、この塗装でさ、宇都宮さ、走んの。で、キラだってさ、あれじゃん、あの、無駄にワイパー大量にあるじゃん。あの、3個だっけ。でもあれ、無駄じゃなくね、結構。待って、これのすぐ後ろに筆電とか頭おかしいだろ。喧嘩売ってる、喧嘩売ってる。15分にさ、こうつくってことはさ、今何分 ?10 分ちょいでしょ。はい、見えた?12分で今。3分後とか終わってんな。これ、後ろの電がかわいそう。しな?じゃ、これ、快速より遅いもん。しな?快速より遅い。あの、小山から小金井飛ばしてください。快速より遅い特急で、これ緊急停車なんてしたらさ、大変なことになるよ。うん、後ろの全部止まるでしょ。ダイヤ全部止まる、終わった。ダイヤ見た。でもさ、でも JR が、シャクタゴもさ、うん、宇都宮線で電止めたくなくね。せやでも信号、ある信号柵乗り越えればいける。信号注意になってない。柵止めてくんねえかな。有刺鉄線ね、もうマジ柵だけだもん。サク、あの、昨日もなんか、サク。サクやね。サクやね。サク、昨日もね、危ないところにいたからね。なん、どう、あの、何か言わない。うん、行ったらあかんよ。そうそうそう。サクやね、昨日特別、サクやね、特別塗装だったらしい。あ、マジ?うわ、クソ、激ブイだった。復刻塗装か。いや、コーヒーミルクからね。なんか、そう。この辺にはいないね、当日。コーヒーミルクで笑ったら、吐かすなよ、運転中。運転台濡れちゃうじゃん。マスクしてるから大丈夫やろ。じゃあマスク飛び越えるかもしんないじゃん。あと45分くらいか。マジ雑なしバッテリーやろ。じゃあ何気にも40分だったら今さ5分増えてね。あっという間。5分以上経って5分たっぷ増えた。俺さ高速運転期待してんのにさ何もしてくれない。ノロノロですね。ノロノロです。そうでしょ。で筆も一本も飛ばさないし。だって宇都宮線10分に行くんだっけ。これで高速やったら先行の船と衝突事故。あの ATSP っていうあのねほぼ最強のねあの万能 ATS があるんでね。いやなんか腕しが ATSP ぶっ壊すかもしれない。C1 だったから壊れてた。マジ？えマジ？マジ？いやなんでもない。マジ？来た来た。来た来た。あれ何やってんの。マイク欲しいしね、足分じゃない。あ、それ V じゃね。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませぬようデッキをご利用ください。 Please move to the areas at either end of each car when you talk on your mobile phone or smartphone。これだけ。あれ、息子の分はあれ？これあれ？車掌さん？宇都宮で言って。車掌さん？あれ、車掌さんやっちゃった？いや、ね、その近くの人が話してるかもしれない。あ、無視残念。あ、大名車の人来た。大名車。来ました。社員来た。ジャイン来た。手振ってる。手振ってるね。知らねえよ。やっぱ指いる。これ急いで救急車。どうぞ。急いで救急車。呼ばんけど。死でかれる。あれ虫ってバゴ飲んで何回目？一般はこれ2回目。あ、2回目か。2回目だ。2、3回目だわ。昔定期の踊り子で全面展望を撮って 1. 点何万回再生。マジ？業務風景でしょ。そう。あの時は許可降りたかな。今日は許可降りなかったから、撃ち手は撃さないけど。ブサ線もっめっちゃもうロンガロンガお前ロンガもうモザイク確定なお前お前あのお前展望じゃないから。あそう俺ブサ線今立場危ないけど。それお前危ないからもうやめた方がいいよ。でもこれはまあね今ねヒロミアルマリオ2世みたいな。そう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 
あ、ちょっと俺も一緒に干そうかな、頑張って。何を何を誰を待って、暑いんだけど。虫、いちご界隈、宇都宮で。そんな感じねっつうの。いちご界隈、いちご界隈。いちご界隈、あ、いいね、いちご界隈。あ、俺今日から名前、LINE の名前、いちご界隈。あれ、虫虫界隈に書いておこう。あ、これ、潰される。タイトルに、東南アリってやるわ。東南アリ。いや、俺先に投稿するから、虫虫言うよ。てかさ、これ後でさ、宇都宮でさ、手動のやつ作ったら V じゃね。あその前に変えられてたのがね、うん、そしたらもうずっとさすがに校舎時には変えられそうだ、ね、だから止める前に多分もう分かるけど俺待って記念品取りに行かなきゃいけないじゃん記念品だっての多分娘さん諦めた方がいい諦めた方がいいよ取りに行く遅すぎて遅すぎて俺親いるからよっかぶってんなやっぱ6号車ってよかったね先頭車こういう時あればすぐ何でもできるから、ね、喉渇いてきたうん水あるからですねダメだ水飲んじゃなんでダメよなんで全面テーマ取ってるやつは水飲んじゃダメえこれ俺が決めたルールだからいや側面あるやろ違う違う違うそれ無双線ふざけんやつ違う違う横横横横に色はさあるやんはいあーあやっと大山だよ結構速度出してきたうわー結構ちゃったやべ何キロ今80 85 おだいぶ速度出してきた大山で抜かすのかなあれちょっと速度が強くないですかこれが見たかったよ。高速みたいにするやつがあるから。ああ、よしください。僕、ムサセンと一緒に干さないでください。お願いします。ムサセンは五竜神、五輪中の火が近い。うん。感じそうなんです。結構割とやばい。あ、スピンタマン。虫の下りだわりって最近見たのに。やった。いろいろ落ちすぎムシムシの下ネタ発言ムシムシの盗難そのとき金太郎とのすれ違いらしいみたいな3本くらいなかったけどえそうだっけ通過したって3本また切符落ちちゃったよまあ嫌だもんね切符ぐらい切符ぐらい切った武蔵線線見た切符とスマホが落ちる落ちない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 ので頑張ってます痛い痛いそこ痛いいやもう一切ばねあね一切ばこの床自体が抜けて落ちるっていう普段もなんか床ばっかりやん塗装が剥げてる分かんない、石の体重でここ抜けるかも重くね体重お前だからバリテツに腹出てるって言われるんだよ、言われたの言われてよお前え、ねえ虫、あのさ、バリテツの基準って何なのそれなえ、これ機材持ってる人機材みんな持ってるで、構図にこだわりがある構図にこだわりのかけらもない俺もさ、頑張ればバリテツになるんじゃねで情報に強いあダメだ大残念でしたまあいや状況だからそうお前はもう論外そうなの、ね、ちょっと異次元そうあバリテツえムシムシもさバリテツじゃない論外すぎてこいつ論外だからえだってあのぜほぼ関東の全店舗を揃えてんじゃんそうなの、ね、さすがピンさんだけあるわじゃ入社道の月報あんのかな名前が伏せとくわ丸山出場取りたかったわあ、丸山高橋俺入社中の仕事聞いてみようか今度ああ1時間前に教えられてなんか泊まりかけたらしいよどっかでバッグえ、虫虫俺に教えてくれれば行ったのね虫あの電話するといいんだよ虫あれ電話で教えてくれんの教えてくれるよあ、いやいや1回1050件の教えてもらってるのここどこで暑いんだよ暑いんだけどマジ上着寝坊にも脱げないんだけど、ま、どうだよ一つ口ねお前のせいで虫暑い死んでるいや誰ねえ、虫虫大変だよ。しみー変な声出すな。うさせん変な声出すな。俺出してないよ。ねえ、もう死刑。あ、違う、あの声出して、あ、ごめん、間違えた。小山から宇都宮からストレート多いから結構。てか、BV でさ、これのダイヤで運転したいんだけど。みんな死にかけてるから。いるかな。終わっちゃった。いい懐かしい小山の同僚者 40B と言いまして小山10番じゃね違うあ、ごめん10番小山10番っすよ電車サメ太郎じゃないただサメ太郎って誰ですかいろんなの混ざっちゃったねえうるさいうるさいわさうるさいあれ筆は左に11番線通ってよし、こっから100キロ運転にしましょうか。こっから高速出す。なんかスナップ的に、スマホの中から。なんか、すごいバラけてるな。あ、じゃ手どかした方がいい、俺。手どかした方がいい。もうちょっと始めましょう。もうちょっと始めましょう。いいよ。手やらいい。40超えてるかも。これやってたらお前。いや、取っていいよ。取るんだったら。まぁ60キロぐらい。すげえ。
これ3号車。これ止まらないように運転する速度のコントロール。もう大丈夫か。お前まずどうすんの。もう車掌来ないじゃん。は？虫の。虫終わってた。嘘埋めの曲どうしてる。忘れられた。これあれだ。あ、記念品なかったことにしよう。虫の。え、俺あるよ。俺あるよ。俺今こんなのあるよ。あの大宮支社の失態ってこと。なるほど。大宮支社にあのクレーム入れればいいやん。大宮支社。え、虫虫じゃ電話番号教えてやるよ。なんかあの苦情入れるところの。虫虫やあのさ、合法な不正徴収になる。あ、確かに。もう景品なんて元々なかったから。景品あの将来的には1万くらいの価値になるよ。それな。でも失ったわけだから。転売すればめっちゃ売れそうなのにあれ。青春18切符10枚くれるなら許してやる。あ、奪ったやつが。あ、あとあれだ、JR 東日本365日乗り込み。あ、そうだよ、ここがね、130人。ちょっとダメです。知らなかった。チャイム鳴らさないの。3月25日は、まもなく通過いたします小金井駅が開業して130周年を迎えます。速度出すね。めっちゃ上がってんだけど。これまで小金井駅をご利用いただいたお客様、支えていただいた地域の皆様に感謝の気持ちを込めて、本日から小金井駅開業130周年記念企画を小金井駅と駅周辺で開催しております。ちょっと明日宇都宮駅奥に行くから行ってこうかな。諸事情によってまた明日から終電だよ。話しません。なんで知ってんの。なんで俺が行くとこ知ってんの。怖いんだけど、お前。何、俺と千円千人の顔から烏山線行きそうな顔してる。何、俺そんなハイブリッドだったっけ。あ、そっか、でも俺 YouTube 見せてない。でも今月あの、あれ2編成、あ、じゃあ今年2編成検査する予定だ。あ、マジ。ちょっとじゃあ俺もちょっと OM 行かないとダメか、いい加減。どんなタイミングでやるかは。それ言ったら終わりだったから、お前が。なんならうち知らないもん。俺も知らないよ。俺なんかその把握がいいよ。なんならこの前のさ、あの OM 出場のやつマジ知らなかった、本当に。何2歳児の。いや、2歳児の。俺、あれ、昨日来て、あれ、前日の校内進展知ってたから取れた。うん、俺も昨日把握してた。校内進展見てるかもわかんない。え、校内運転前日にやるかな。 それ見つけたら、うん、翌日取れる。へえ、じゃあその情報無視疎開にして。いや、校内運転ね、疎開にしうちしないから。なんだよ、疎開にしてくれてる。疎開するとしても1年後だからね、今から。あの疎開にするとしたらバリ鉄に何か言われた時くらい。え、でさ、そうバリ鉄に丸々で、佐々木この話したらあれなんだけどさ、バリ鉄に殺されかけたんでしょ。あ、そう武蔵沿線民が吹き上げ駅でなんで映り込んだ。わかんないんだよ、俺が。いや、わかんない。面横っていうかさ、あれさ、面横で動いたから。面横で動くのバカ。うちの二の前になってる。いや、お前まだマシだろ。うち昔面横で多動して閉められてるってことは割と有名で、それ以降面横で多動する人ってたんだよ。え、どういうこと。え、どういうこと。面横で多動ってどういうこと。うちが半殺しにされて、それ以降みんな恐れてる。じゃあそれ俺虫虫面横で動くってあれでしょ。あのだからそのカメラの画角の内で中で動いた。とりあえずだからバルブだから動いちゃダメなのか。そうそういうことね。だからバリ鉄が映り込む自体も良くないんだけど。え、でもさ、武蔵線が ED75 並みに V な車体ならいいんだけど。そう、いや、こいつひぶいすぎる。お知らせいたします。あ、先ほどお配りしました乗車記念証引換券でございますが、終点の宇都宮駅改札外の特設スペースにて、ふざけんなよ。お一人様1枚に限り、引き換えとなります。でも奪ったやつしてるだろ。お一人様1枚に限りね、記念乗車証と引き換えることができます。2枚以上は引き換えできませんのでご注意ください。2枚も特設スペースは警察行かせるよくね。宇都宮駅改札外の西口イベントスペースで、引き換え時間は10時45分から12時45分までの2時間となりますので、こちらもご注意ください。詳しくは乗車記念証引き換え券をご参照ください。ないんだよね、君は。これだけだったね。ごめん、なんかもう大宮車も結局盗難されて終わったの。してな、やる気なさすぎだろ。大宮市なさすぎだろ。どうやって。もう大宮市が、大宮市の人がいる前でも喧嘩っていうかね、大宮市。うん、それな。いや、それほど被害を受けてる。あー、いえ、
栃木1号高木記念品盗難号高木記念品盗難に伴う税金税金もういいよ、C1 号廃車いやもう C1 号踏切事故で廃車でもそしたらさ宇都宮から配置で郡山いやもうそのもん現地会だ現地会だそかいそかいじゃ宇都宮に留置されてる停電使ってさ持っとけばいいんだよ今宇都宮に留置されてる茶釜だよ、うん、あれこれ小金井だよね小金井、うん、あの KY 出場を取ったんだっすあすごい終わりやすい人いたすごいね今白い服の人や色が止まってなかったまだだよ違う違う違うあの小金井イロハはまだ P術に再開されますまだいるからそう P ネタと P ネタが飛ぶそうですねでそこに僕は P ネタに行きますもう何日か忘れたんだけど2日だよ2日3月の2日ですうん2月の2日終わってるやん終わってるやんおい遠幕やめた方がいいよねえ遠幕ってえマジえってかこれに遠幕いんの遠幕さん情報殺されるやんこれに遠幕いたらあいつ手出しするつもりだぞ気が外れ手出しそう遠幕さん情報遠幕さん情報と懐かしいな遠幕さん情報取ったのあれ新小安で新小安あれ視聴回数7000回少なくねなんか赤も通っちゃう今のは桃太郎すあれ金太郎あ金玉かよくないよそれさ電車フレームライナーじゃんほとんどどっかの出たと同じだよ、うん、誰だケト戦もしょっちゅう下ネタ連発してるおっほうこれ YouTube にこれ上がるよこういうこと言ったら、うん、お互いの失態が上がってるあ、色入るありがとうさよならありがとうにワンチャン手前出してくれたってさおぉそれはないいや、わかんないよあ、それが最後にそう、まだいつかわかんない。今日の午後かもしれないし、いやもしかしたら今日現地会議かもしれないし。そんなの知らんねん。陸送イロハ。上着なんだよ。陸送。イロハ陸送。そしてたらさ、やばくねそれ。そ食やん。どこまで行くんで陸送で。マジ防空ないのが終わってんだよな。すべてもう中古と電車家に改造できそうだよ。欲しいんだけど一泊普通に。いくら？わかんない。1000万いくんじゃないこれ。普通に俺4000万ぐらい買いたい。マジ俺1億で買うわ。解体するくらいなら欲しいね。ね、解体するんだったら聞いてもらおうぜ。え、これをさ、じゃあこれさ、屋根にアスベストついてるから、そういうのが問題なんで。あ、お前、ホームレスになってもまだ家あってよかった。あの、停電で経験してもらえば実質無料だよ、運賃。これさ、この6っていうシールだけのものもらいたいんだよ。はい、ごめんなさい。はい。これ高温で落ちるよ感じしかしないんだけどでも俺山手線で耐えたからいけるでしょいやでも俺学校蒸し暑いから今日ねえ蒸し蒸しお前もうどっか行ってちょっとどうやってもいいドアとか開けるなりもうなんかもう換気しよう換気そうそうえこのドア全開いやここのドアじゃなくて窓開け全部開くんだからどうせ一箱すごいねこんな大ネタなのに誰も乱入してる乱入しないの偉いね鉄ちょっとあの飛翔停止するシーンもこれが本来あるべきあるべきだからこれが、うん、逆にねみんな乱入しすぎてなんかさっきに誰かがなんか非常停止しろとかなんかうんとら言ってたけど誰だよ誰だよ無重三軒だよ無重三軒だよじゃあ間違えた サクサク三軒台おなす数せ無砂鉄三軒台むさむさ感じ。え、誰に、あ、俺に。ケトケトの探検、ケトケト。なんかダサくねケトケト。踏み切り探検隊。なんか溶けちゃいそうな名前。クパクパ。クッパクッパ。書いてるし。クッパ火吹いてさよなら。うん、さよなら。ね、100キロ台行こう。栃木1号って書いてある。頑張って100キロ台行こうぜ。うん。おぉ、消えてきて作り。お、手振ってる手振ってる。優しいね。優しいね。小金井よく優しすぎだろさ、またね、ここさ、あいなんかめちゃ聞こえてるよ、ここなんか、シャクタロさ、なんか、誰かなんか今通過したのは何ですか見てなかった、さようならいや、赤いやつで、赤いやつあ、じゃあ、赤いやつで金太郎すかいや、女てかさ、今思ったんだけどさ、シャクタロの車掌なんか前中指立ってなかったっけあー、八甲線のあの、何回も言ってるやられたらやり返すそれがバイガイシャクタロだそうだよ俺晴れてたらみんな窓開けてそうだよな。いやもう晴れてなくても窓開けるだろ。あのさこれさ盗難はさあの深沢クオリティじゃないの。所詮一般もだろ。俺深沢の失態として取り上げるか。深沢関係ない。深沢関係ない。いや関係ある。YouTube で雑談ライブ配信するのもありだろ。うん。どうなん。
誰だよマナーモードにしねえの。全然持ってねえよ。マナーモードだよ電車は。そろそろ。でもシムすぐ開ける感じ YouTube に。あ、すぐに開けない。話聞けよ。翌日朝。おお。翌日朝はもう俺出かけてるね。多分その時間までゆっくり寝てる気がする。俺ね、昨日12時間睡眠だから。何？明日何もないでしょ。なんか中継出てる。中継。何あれ？誰かいた？高木いた？やった。栃木一号って書いてある。マジ？高木一号。そこそこそこ。ほら。ドロドロ。はい、撮っとけば。あ、ね、見て。時々いた。V なんだけど。今白飛びしてる。写真白飛び。あ、動画に白飛び。撮り鉄300人以上が撮ったな。うん。ねねね、撮ればそれ。俺撮りたいんだけど撮れないんだよ。撮ってほしい。子供っぽくて可愛い。何言ってるの？いや言わない。ああ。バーグプラスありがとうって書いたら面白いね。あのラストラン状態。あね。ありがとう。これ最初で最後の運行だもんさ。地蔵って山乗り。手紙し。六号道のさ、あれやばかったよね。あれさ、なんかありがとうじゃなくてあれ騒いでてるじゃん。虫これ二号棚が草津島に入ってくれたからこれ使ってんで今。そうだね。そうだ、監視しなきゃ。草津4万31号。ラストラン。それが監視だったんや。実質これ落書きだけど消えるから勝手に。うん。お、いる。お、やば、やば、やば。消えるやん。ここ何駅やぞ。ここはね、知りません。今日もね、石橋だ。スズメの石橋か。よくゲームでオーバーランしてたけど、俺が。石橋は、あー、かぶり回避おめでとう。じじ。ねえ、そっか、あ、そう、かぶってるとこ取りてえな。あの、取り鉄が悔しがってるところ。爆的なってんじゃん、そしたら、体育。かぶってるとこ取ってほしい。で、逆のホームのところで緊急停車してるところをこっちから。お客様にご案内いたします。あ、来た。本日、この列車の終点である宇都宮駅では、どうでもいいんだ。2023、冬の栃木観光キャンペーンのフィナーレイベントを開催しております。あの、ムシムシ探検隊のフィナーレイベントでは、あれはどうするんですか？ほっとかしてるか、あ、引き流しですか？あ、わかりました。栃木キャラバン隊をはじめ、地域の皆様が許しませんよ。いや、でもこれ福野の階層乗らせてくれるんだったらいいんだけど。あ、それだ。割に合わなくね。尺玉の割に合わない。福野絶対こぼすじゃん。でムシムシあれじゃ、あのヒソミュウコまでヒソミュウコまで全面全部取らせますって。ムシミシャクタバ。ラストランのシャクタバ。ねえ、これ撮ってる。シャクタバラストラン。シャクタバ。ちょっと待って。いや、あとでラインで送って。ちょっとあとでライン。俺はこのラインあたり。ねえ、ラインで送って。ラインで送って。俺は。あ、消されちゃう。あ、消えない。ああ。ちょっと待って、お願い。じゃあ、ゆで卵1個おごるから。カップラーメン1個おごるから。あ、それなら、じゃあカップラーメン1個あげろ。お家になるから。俺も今度、あの、その、名前わかんないけど、その方にあげるから。名前言っちゃダメだよ、名前言っちゃダメだよ。あとでじゃあ、ちょっと教えて。名前言ったらお前、吐かれる。俺、お腹の音がグーグーって感じ。JRE ポイント。じゃあ、ストレスのせいで、さっきから屁がいっぱい出てんの。出てなくね？え、虫かしとかしないんだね。え、虫虫くん、お菓子どこで取んの？いちご食べようって書いてある。マジ？おー、食べたいな。あ、ほんとだ、いちご食べよう。いいね、これ。なんか流行ってるわ。え、虫、いちご食べれば。合法なんか。え、虫、お金ないから。うちの YouTube の宣伝のアイデア。ねえ、さ、ねえ、そこにさ、虫虫って書いてくれ。虫虫さん情報。虫虫さん絶対さん情報。ダメだよ。ちょっと今腕伸ばしたらまた追加でもならされるわ。だから届かない。ムシムシ探検隊隊長の記念品を返す。それな。あいつ、それあっち側も取ってくるの。宇都宮って何万すんなの。お願い、ごめんね。ごめんね。ありがとうございます。お、その人、あ、その人じゃねえや、あっち、あそこに何でかな。お、貨物列車だ。貨物や。すごい。一箱貸し切りたいんだけど。それな。そう、あのさ、サクサクはさ、あれなんか、あれやるとして。一箱貸し切りたいね。あれさ、え、サクサクあれって貸し切りたい。とにかく、新一余ってるからさ。ね。一等線、一等線いや、大垣までダンディンで走らせてほしい。大垣 VC は無理だよ、あれ。250人集まるわけねえじゃん。あ、この特急に乗ってるやつ全員召喚すればいいじゃん。ダメだよ、その柱のおっちゃんの増税じゃないじゃん。あ、そっち望んでいい。なんかちょうどワイパー今タイトになってる。あ、本当だ。うん。でも ここから徐々にね、ずれてそう、ずれてまたここに戻ったんだからね。あ、ずれてきた。64とかもこうだから。そうやな。だから誰だよ、ムシムシの記念品奪ってやつ。許さないぞ、俺。で、次、ムサセンの記念品奪われんじゃん。マジ、それは別に。ムサセンどうなってる。あ、
乗車くださいましてありがとうございます。特急とち1号本日185系 C1 編成を使用いたしております。この C1 編成は185系200番台デビュー時のカラーリングを復刻した特別車両でございます。185系200番台は従来運転されておりました165系電車の置き換えと東北上越新幹線大宮駅開業後大宮上野間を結ぶ新幹線リレー号での使用を想定し製造され1982年に営業運転を開始いたしました。カラーリングは新幹線200系車両をイメージした白い車体に緑色の直線のラインを引いたものとなっております。その後1985年に東北上越新幹線上野駅開業後は新幹線リレー号としての役目を終え、一部の編成は特急踊り子号などで使用するため東海道本線に活躍の場を移し、その際カラーリングは0番台と同様の緑色ストライプラインに変更されました。一方高崎方面に残りました100番台車両は新たに列車名に新特急をつけて運転を開始いたします。新特急列車は近距離の利用を想定し、特急料金を急行料金程度のマックス設定とし、また定期乗車券の利用を可能にした特急列車でございます。現在ではグリーン車においても定期乗車券で利用できる特急もございますが、そうしたサービスの礎を築いていたのも185系200番台でございました。その後高崎方面に残りました200番台車両は1995年から96年にかけましてリニューアル工事を行い、カラーリングは羊毛三段をイメージしました黄色、灰色、赤色の四角形を配置したデザインに変更されております。その際200番台デビュー当時の塗装は姿を消すこととなりました。その後25年以上にわたりまして200番台デビュー当時のカラーリングは復刻されることはございませんでしたが、鉄道開業150周年と、東北上越新幹線開業40周年また185系を愛する皆様の熱い思いに応えし、この新1編成におきましてカラーリング復刻を行っております。本来であれば200番台車両を使用して復刻することも検討されましたが、さまざまな条件から0番台車両を外観を200番台に近づける形で復刻を行っております。185系の長い歴史に新たなページを刻みながら、この C1 編成は最後まで走り続けます。今後の活躍にご期待ください。まもなく終点の宇都宮に到着いたします。今年も飲ませれもないようお支度をしてお待ちください。あと盗難の件が盗まれた、はい、落とし物じゃなくてさ、盗難物、盗難盗難だけどこに出せばいいの？駅でいいんじゃない、とりあえずあの宇都宮あのあれ警察署 MC この後ザーのどこ行くの？いや、とりあえずかあの歌詞間に合うように帰るから、ちょ俺もついてって言っていくわ。奥で撮るわ歌詞は。あ、じゃあ検疫のさ写真にあげるよ。あのバイク子らしい検疫。そうそうそう、うん、ここだよ、あの石が言ってた。そう、あ、ちなみに今追加でまたおならが出た。これは草ちょっとやめてね、あのさ、それえ殺されたい、いいや。あ、久しぶりのブレーキ、こんばんは、出て、あの放送中100キロ出たから。そう、100キロ。これなんか5番線入るとか言ってるけど、知らんへん。花チャイム全部流れてたんですよ。日立、あれチャイム1種類しか流さない、あの盗難された人がいるのに何も対応しないしない。あとあの金だろ金、払い戻ししてほしいレベルなんですけど、金だろ金。あのじゃあさ、あのここ閉めないと、あ、その閉めないと雑談の声聞こえちゃう。あ、オッケー、何金返せる。お、すごい、見てみて。おお、すげえ、これさ、うまくね、サクサクさんって言ったら30号に返ってシャトル取ろう、取ろうぜ、すげえ。シャトル取らして全面展望のサムネに追加しよう、ね、うん、全サムネこれでよくね。いや、サムネあの沿線写真プラス、はい、サムネあれうちあの大宮の激パの様子を撮影する。あれ後で使うから、シャトル使うし、ね、あとあのタイトルにムシムシ探検隊隊長の記念品シされたそうそう、文章投げて入るよね。ハンニーがコメントに名乗り出て普通に、あ、だからそれ用に新しくさ、俺やっとこうから、俺盗んだぜって。あの、あれだからね、
これによって C1 にいい思い出がなくなってしまう。え、最初 C1? C1 爆発。C1 爆発。いや、C1 爆発じゃなくて C1 解体でよくない？ C1 解体。爆発したら解体と同時だろ。いや、あの、爆発は。でも、足利にこれを入れてくれるなら許すけど。100% 入れない。そう、入れない。食卓ゴミだから。あれ。B6 爆発するわ。あ、いや、B6 踏切事故起こせばいい。まもなく終点の宇都宮に到着いたします。新幹線宇都宮線クルーズ方面日光線宇都宮ライトレールライトラインはお乗り換えです。ちょっと待って、新幹線下り山彦翼133号仙台新庄駅はそうそうそう新幹線ホーム1番線から10時51分宇都宮線クルーズ行きの電車は9番線から10時48分日光線日光駅本日7番線から11時22分の発車です。宇都宮ライトレールライトラインはお時間をしまして本店8月の開業を予定いたしております。工場所までもしばらくお待ちください。待ち、長い。宇都宮線交番線到着。そうそう、チェアメンバー。左側のドアが開きます。降りの際、落とし物を忘れ物のように一度確かめてください。これ日光線ホームに止まるの？特急栃木1号に。そうそう、チェアメンバー指定なんて分かっている。シャクタバさん許しません。今なったらおもろいけどね。で宇都宮魅力ってどこだろう。あ、失礼いたしました。結論。お客様をご案内いたします。そう。あ、じゃあムシムシに公開しとくね。うん、あれ ツイッターで弾劾する権利を得た。ていうかさ、ムシムシあるさ、なんでツイッターブルーどこ行ったの。ツイッターブルーも騙されるし、なんなんこれ。なんか普通にツイッターブルーはさ、普通なんでここの人できてないのにさ、ムシムシができてないのか分かんなくて、かわいそうなんだよ。だってこれどっち5番ってことは曲がるよね、少し。日光線に入るんじゃね。大丈夫、俺が受け止めてやる。やめて、こっち来るから多分。あ、マジ？あ、そう、じゃあ、ほら。運転予定情報に 5番線に入るって聞いてて、5番入るわけないよって思ったら、入っちゃったよ。ってことは日光線が番線変更入ってってこと。そうそうだよ。だから日光線7番線って言ったじゃん。わー。やば。え、日光線入るじゃん。日光線入んの？日光線、やばくない？ほんとだ、やば。やば。さあ、MC どうする？これさ、これ貴重だよ。降りてすぐ段階だ。え、これ、あれだ、黒磯まで乗せてくれるんだったら許す。そしたらさ、あの、なんだどっかの橋、あの橋さ、激派なんじゃね。うん、カボス、あそこの橋、カマス坂48。そうそうそう、フラッシュ焚いてる。おぉ、フラッシュ焚くなー。おフラッシュ焚くんじゃねーよ。異様だ、なんか変なキャラクターいる。やめだよ、変なキャラクターもいる。変じゃない、キャラクターじゃない。変じゃないよ。あ、キャラクターじゃないからね。え、キャラクターだよ。キャラクター何言ってんの、頭同じく。なんか右のワイパー死んでる。いや、もう止めたもん。止めたのね。右側しかしないよね、今もう雨ないから。そう、あ、動いた動いた動いた、凍りそうじゃないじゃん、ワンちゃん。動かす価値ないとか言ったら動き出したそれワンちゃんさ、あ、死んだ、あ、死んだ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 、あ、危ない。おお、どこ止めるの。止める、あの、場所が分かんない。ドア開かない、ドア開かない。